ナミさん、おはようございます。いつも動画の更新お疲れ様です。通信速度の関係でやっぱり動画のアップロードが手間がかかるなと感じられた時は、そうなんですよ、ライブ放送でやるって手があるんですよね。私もね、インドネシアにいる時にどうしてもね、 YouTube のアップロードがものすごくもたもたしちゃってできなかったんで、ライブ放送で代用したことがあったんですよね。ライブ放送ってのは直接 YouTube のそのサーバーに埋め込まれますんで、アップロードの必要がありませんから、やっぱりね、綺麗にまとめて話せるように、まあそんな形ができるんだったら、やっぱりこうライブ放送の方がいいですよね。まあナミさんだったら多分ライブ放送で十分やれると思うんで、短めのライブ放送ね、やっぱり3分とか5分のライブ放送をたくさんやるっていう方法が、これはね、いいんじゃないかなと思いますよね。まあ私も本当にたまに使いますんで、超おすすめでございます。まあそしてですね、まあナミさんも7月からこの今年後半にかけていろいろとやること見えてきてると思いますけども、多くの視聴者さん、そしてこの国に生きるね、皆さん、今までこの半年間もなかなかね、苦しかったと思いますけども、苦しいだけでは何も進まないんですよね。状況ってのは放っておけば改善することもあるんですけども、大抵は悪くなる一方なんですよ。まあ、ですんで失敗するかもしれないけども、一つ一つ掴みに行かないといけないというところでね、ちょっとした勇気を出していくことと、あと同じように前に進もうとしている方、こういうのを YouTube で見つけて、そういう方とタッグを組んでいくっていうのもいいのかなと思います。その中で私がおすすめするのは、YouTube でね、誰かとこうやって毎日やり取りをしていくってことです。まあ今ね、ナミさんも私とやり取りしているような感じですけども、その他にもたくさんの方とね、私は毎日動画のやり取りをさせていただきます。まあ言ってみれば、コミュニケーションや社会が私は YouTube の中にあるということなんですよね。ですから、カメラを回してないところでは、本当に私はね、家族以外には全然関わりがないっていう環境で生きてますからね。もちろん社会を離れて隠居ってことをしてますんで、それでいいんですけども、ただ新しい形の隠居としては、リアルよりもネットからリアルにつながっていく、家の中から社会へ伝わっていくっていうことなのかなと思います。まあ、ですんでね、苦手な人もいるかもしれませんけども、そうも言ってられません。私はね、もう YouTube としてドーンと出ていくことが全ての突破口になると思います。もうね、今更ね、 YouTube やってる人もう珍しいとか特別だとかなんか危険だとかっていう考えはもうないんじゃないかなと思いますね。私も8年もやってます、 YouTube 活動。何一つネガティブな方起きてません。まあ、せいぜいいやらしいコメント書かれるぐらいで、そういうのはもう何でもないんですよ。コメントを書かれるのと面と向かって言われるのどっちがきついかなと思ったら、やっぱ面と向かって言われた方が怖いですよね。でそういうことは YouTube で起きませんのでね、結局は書き込みだけなんでね。もちろん書き込みですら負担になる方は、まあコメント欄をオフにするっていう制度もありますんで、私は YouTube をね、ナミさんのように毎日いろんな方法で更新することをお勧めしますけどね。はい、では本日は以上です。